今夜はあの時と反対にすりゃいいんだ。あたいの方が喋りに喋って、お酒の方も飲みに飲んじゃ。なあ宮城の、気をつけねえとよ。疲れがたまりにたまって雪だるまみてえに膨らんで。ヤタさんは天下の名人、指折りの立派な絵師のお弟子さんになれたんだもんね。俺はお城一揆のね、素顔のお面見るのが大好きなんだ。二人の心の中はね、いつもあんたのことでいっぱい身も心もか。思い出した、東秀祭写楽先生。それは昔の絵はすごかった。はっきり言えば魂が踊ってた。お願いのお願い、村の外れの一本杉に忍んできてくださいませ。で、あの方様とはそれっきりか。あたい、ある人から聞いちゃったのよ。あんたが写楽先生を弾みで。これお前さんにやるからな。ほとぼりが冷めたものを売るといいや、目の玉が飛び出るくらいいい値で売れるぜ。心を鬼にして言うけど、早く江戸から逃げ出さなければダメ。かわいそうに写楽の爺さんは長い間のさすらい暮らしとか手腕を取る気力もね。さあ今度はあたいが助ける番よ。通った音立てて。